オリーブオリーブオリーブ誰一人今日も始まりました黒川敦彦の「オリーブの木チャンネル」えー、今日もですね、えー、三郷市の年越し凱旋を今やっております、えー、本日は雫田雄太邸より、えー、お送りしております、えー、この窓スタイルで、えー、申し訳ございません久しぶりでございますよね、えー、それではは今日のテーマは アリババ株暴落ソフトバババンクグループ危機でございます、はいえーまあ、アリババ一本勝負とソフトバンクの問題というのは、まあ、散々やってきましたけれども、えー、アリババ一本勝負と批判されるのでアリババを減らしガーファを買いたいとですね、まあ、最近言ってお,おられました孫正義さんでございますけれども、まあ、そもそも GAFA に投資したいというのがですね まあ、なんというか、もはや、素人レベルの投資戦略ですよね。まあ、ガーファに投資したらいいかなって、うん、ちょっと気の利いたサラリーマンでも思う話でございます。えー、アリババのですね、えー、デリバティブなんかを使って資金調達して、えー、実はまあ株を買おうとしたり、いろいろ資金繰りをしているソフトバンクなんですけれども、そんな中でアリババ株、今回暴落したということで、 えーまあ、これは結構やばいし、まあ、そもそもずっとアリババ頼みっていうのはもうめちゃくちゃやばいですよということを、まあ、言ってきたわけでございます、えー、そして今回のアリババの株価暴落、えー、これはですね、まあ、当チャンネルでもずっと言ってきています中国共産党が抱えている根本的な問題ですね、えー、中国共産党はですね極めて危険な国家なんです えー、香港国家安全法とかではですね、えー、香港で、えー、民主派国民を大量逮捕していると、今こんな全近代的なことをやってるのはですね、もう北朝鮮か中国かぐらいの、まあ、そんなもんですよね。また、えー、ウイグル人、あ、100人って書いている。すいません。100万人を収監しているということが問題になっていまして、 国際的な立ち入り調査というのが求められているんですけれども、当然それを拒否している。えー、本当にウイグル人100万人ぐらいを、えー、収容所に収容していると、えー。これはアメリカの調査によってもですね、まあ、ほぼ明らかになっているんですね、えー。本来なら国際的な経済制裁をして当然というレベルです、えー。だって北朝鮮はそういう状況ですよね。同じレベルなんですよ、もはや中国は。 そんなさなかにですね、中国の巨大企業アリババ、アリババといえばまあ中国のアマゾンのような会社ですよね、24クリスマスイブにですね、アリババがまあ中国共産党から捜査を受けたということでですね、はい、このようにアリババ株がー9%も下落し、時価総額でいうと6兆円ぐらいが吹き飛んだということなんです。 えー、まあこれ戻るかもしれませんけれども、そもそも、えー、中国共産党が抱えるリスクというのはですね、まあよりどん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 深まっている。中国は孤立しているんですよね。えー、ヨーロッパの各国も中国の姿勢に対して、えー、最近はものすごく厳しい、えー、体制で、えー、まあ、接しているわけですね。孤立している。えー、また、 この特に習近平政権がアリババに対してですね、えー、本格的に、えー、厳しい姿勢で臨んでいると。えー、これは果たして、えー、習近平政権、中国共産党にとってもこれ、いいことなのかどうか私にも分かりかねるんですよね。えー、アリババほどの巨大経済企業をですね、えー、もし中国共産党がぶっ潰すとしたらですね、えー、それが中国共産党にまあ、 帰り地というかですね、やっぱり中国共産党へのダメージもものすごいでかいものになるはずなんですけれども、うんまあもはや冷静に考えられない部分がある中国共産党。えー、香港だってですね、香港という巨大経済圏をですね、えー、香港国家安全法によってある種潰していっているわけなんですけれども、それは中国共産党にとっても、えー、経済という観点から言うとものすごく危険なことなんですね。 えー、アントグループというのはですね、えーまあ、アリババのグループでございますけれども、えーまあ、アリババの創業者だったジャック・マー氏が運営する中国最大のフィンテック企業と、えー、最先端 IT、えー、金融企業ということですね、えー。11月12日、習近平国家主席がアントグループの上場中止を決定しました。 えこれはまあ諸説あるんですけれども10月下旬にえジャック・マーシによる中国金融当局批判が原因でないかと言われていますえこの対立はですねえもはやまあ隠しきれないというか相当厳しい情勢になっていますね中国共産党とアリババの対立えしかしこの対立の裏にあるのがですねまあ中国の中にある利権争いなんですね、えー 江沢民一族と、江沢民、まあ、元国家主席ですよね。えー、今、習近平一、まあ、一味が、中国共産党を牛耳っているわけですけれども、この江沢民一派と、習近平一派の権力争いというのが、まあ、どうもまだまだ全然続いていると。 えー、まあ、これ、まあ、一部、嘘とかポジショントークも入ってくると思うんですけれども、米国に亡命した中国人富豪の各文岐さんと、まあ、この人が言うこともですね、まあ、僕が見ても、まあまあ、整合性が取れないことを言ってる点があるので、まあ、全部が全部うのみにしない方がいいかなと思うんですけれども、えー、しかし、えー、この、光沢民ン、光沢民一派というのは、 海外に52兆円とかの保有資産を持っていると。場合によっては100兆円ぐらいの隠し財産を作っていると。まあでもこれはですね、あながち、まあ、嘘ではないと。また、ファーウェイ、アリババ、テンセントなどの中国を支配している10社ぐらいの軍事企業はですね、江沢民一族が支配しているんだというふうに言われています。 でもまあこれは歴史的経緯から見るにそうかなというふうに思います。えー、ですので今習近平政権としてはアリババというのはですね、完全にコントロールできないし、えー、敵対している江沢民一族の会社であるということで、えー、まあ水面下ではバチバチえ争い、蹴り合いをしているということなんですね。 えまあそんなアリババにですね、日本のまあソフトバンクグループはまあ非常に強い関係を持ってきたわけでございますけれども、そもそもアリババという会社は1999年、マーシが、ジャックマーシが、甲州市で設立をしたと、中国で投資先を探していた当時の孫正義さんとジャックマーシが出会って、孫正義は出会って5分で投資したいと伝えたと。 まあこれがまあ結果としてはですね、確かに儲かったわけでソフトバンク的に儲かったわけでございますけれども、えー、2000年に20億円ソフトバンクグループが投資し、2004年に60億円投資したわけです。えー、アリババ株の30%を取得したソフトバンクと、えー、それがまあ今はアリババの株がですね、確かに、大きく上昇したわけで、ソフトバンクグループとしては80億円が、投資した80億円が、 まあ、2019年末の時点では12兆円ぐらいになっていた、なっていると。まあ、今もそのぐらいの、ええー、まあ、価格になっているわけですね。ええー、まあ、そのソフトバンクとアリババの業務提携の経緯ということなんですが、えー、2003年にアリババが、えー、タオバオで e コマースに進出したと。えー、中国に進出した eBay とタオバオがですね、うん え、中国でバ、バトルを繰り広げていて、えー、eBay はソフトバンクグループにですね、アリババ株30%を1000億円で購入したいと当時言ったわけです。えー、これに対して、孫正義氏は、eBay に株を売らず、アリババを支援したと。で、未だにその株を持っていると。えー、2005年に孫正義氏は、アリババの取締役にも就任しました。 また、2007年に、えー、アリババのジャック・マーシが逆にソフトバンクグループの取締役に就任し、えー、割と二人はですね、えーまあ、いろんなビジネス上の関係も、えー、深めながら、えー、ここまで至ったわけですが、えー、2020年に、孫正義氏、ジャック・マーシ、共に取締役をお互いに辞任しています、えーまあ。これは喧嘩したわけではないと言われているんですけれども、うん、まあ、中国共産党と、 え、ジャック回しの関係、えー、まあそのコンフリクト、まあそのあたりもですね、このあ関係している部分があるのかなと思って見ています。そして今、中国共産党にとってものすごく大きいのはデジタル人民元と、えー、これを中国共産党としては、まあデジタル通貨を政府が出すというですね、これは世界に先駆けて、 え、むしろスイスの国際決済銀行の連中よりも先んじて、中国は国際通貨、えっと、中央銀行デジタル通貨を出したいということで、まあ、実験を始めたわけですね。そこでですね、アリババが邪魔になっているということがあります。え、アリババがやっている決済えシステム、アリペイですね。え、アリペイはですね、非常に高いえシェアを占めていると。 このモバイル決済の部分がですね、えー、どん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 進展すると、えー、管理をしようとしている中国共産党にとってみたら、デジタル人民元にとって、えー、ものすごくマイナスがあるんですね、えー。ということで、真面目にちょっとアリババを潰したいというふうに、えー、中国共産党習近平政権は、まあ、思い始めているのではないかと思います。 えー、中国としてはですね、えー、スイフトと言われる、えー、国際決済グループからですね、えー、離れた独自の決済機構を持ちたいと。な、ま、ぜ、あ、ならば中国共産党は様々な非人道的な行為をやって、特にヨーロッパ各国からものすごく厳しい姿勢で見られています。えー、そしてアメリカからもですね、特にトランプ政権からは、まあ、ボコボコに叩かれたわけですね、中国。まあ、しかし、 もしバイデンが大統領になってしまった場合はもしかしたら、こっそり真鍮中の政策を進めていく可能性があるということで、まあでも逆に言うとですね、中国共産党としては何としてもバイデン政権に、まあ、の、の、バイデン政権を乗っ取りたいと、まあ裏で操りたいと思って散々金と人を送っているというのが事実かと思います。 えー、ジャック・マーがですね、えー、まあ、アリババの CEO を辞任したわけでございますけれども、えー、これは中国共産党に命を狙われていたのではないかというふうに思われています。えー、私もそう思っています、えー。これ過去動画でもやりましたけれども、えー、中国共産党の開口集団という会社がございました。これが、えー、今年の春にですね、えー、負債16兆円で倒産しています。 えー、中国共産党最大の財布の一つでした。開港集団、えー。この会長の王健氏がですね、2018年7月3日に、えー、フランスを旅行中に不審な転落死をしていると。まあ、や、やられちゃったんですよね。やられちゃったね。まこんなの当たり前ですよね、共産党の人はね。えー、ジャック・マーもですね、えー、似たようなプレッシャーを感じてですね、 えー、アリババの CEO を降りたのかなというふうに思います。中国共産党にとってみたらですね、えー、反社会的な工作行為なんて当たり前ですね。えー、ウイグル人100万人を収容してしまうと。そういう非人道的な人たちですから、えー、まあ、こんなもん当たり前だと。えー、また今話題になっている、えー、米国の大統領選に対して破壊工作を中国共産党が行っていただろうと。でもまあこれ当たり前ですよね。 どこの国でもやりますよ。えー、他国の政情を混乱させるためにスパイを送り込む。しかも中国にとってみたら、そんな反社会行為は当たり前だと。えー、これまあ過去動画ドミニオンという関連の動画も上げていますので、えー、ご存知ない方はご覧になってみてください。えー、スパイ防止法がない日本、えー、そこの日本においてですね、すでに相当のスパイが侵入済みだというふうに思われます。もうこれは大変に恐ろしいことです。 えそれは結局のところ、皆さん日本国民の財産をですね、奪っていくことになるということですね。本当に恐ろしいことです。で、まあこれも何度も言いましたが、共産党というのはコミンテルンという組織が中心になっているんですけれども、作ったのはボリシェビキ、ユダヤ人なんですね。なんでユダヤ人まあこれも何度も聞いた人はすいませんね。 えー、このボリシェビキのスポンサーたちはですね、ロックフェラーとかモルガンとかだったんですね。いわゆる国際金融資本というやつらですね。え、で、えー、コミンテルンは、まあ太平洋戦争、大東亜戦争の前にですね、えー、日米海戦直前に、えー、日本のコノエ内閣にも、アメリカのルーズベルト内閣にもスパイをたくさん送り込んでいたと。えー、朝日新聞の中に明らかにコミンテルンのスパイがいたと。まあ今もいるんじゃないかと思うと。 えー、その結果、日米は海戦に戦争に突入していくんですね。えー、そうやって戦争を作って日本にもアメリカにも金を貸したロスチャイルドやロックヘラーたち。彼らは大儲けをしました。また自分たちで軍事企業を運営していますから武器が売れて大変に儲かった。でもそういう戦争のツケをですね、いまだに日本も、まあアメリカも払ってきていると。その暗躍の 中心にですね、中国、今の中国を牛耳っている共産党コミンテルンがあるんです。えー、まあ、さっきも言いました、これ過去動画ドミニオンという中でですね、えー、マコーネル氏の裏切りという話が出てきましたが、えー、これはですね、僕も最近見て鮮やかだなと思うんですね。マコーネル氏というのはですね、米国の共和党です。えー、トランプ政権側に至って、 ように思う人であって、さらに、米上院共和党のトップなんですね。で、最近、トランプ政権はですね、これどうやらマコーネルが裏切っていたということに、最近気づいたんですね。やばくないですかどこまで侵入してきてるんですかスパイですからね。スパイはもう、 私スパイですって分かったスパイじゃないんですから、え、その人がそんなことやるのっていうのがスパイですよね。恐ろしいですよ。マコーネルの背後にはどうも中国共産党の影しか見えないんですね。これ日本など本当にひとたまりもないわけですよ。いや、じゃあ実際どうなってますかって言ったら、未だにのさばる親中派自民党二ま自民党は何中国の手先ですかと。まあ、特に最近そうじゃないですか。 えー、二階派は、潤沢な資金で、二階派の若手議員とか元気ですよね。そのお金どっから来たんですかね。中国ですかね。中国じゃないですかね。本人たちも分かってないかもしれないけど中国から来てる。そういう可能性もありますよね。スパイがスパイだって言って金持ってこないですよね。で、菅総理がコロナ禍の今、中国からの入国に検査なしを決定と。で、 二階と、ノモンタと、大沢春らと、ステーキ会食をすると。相当二階に操られてますよね。菅総理。やばいと思うんですね。今、中国共産党は、2035年までに中国全土で電気自動車に移行していくということを発表して、相当なスピードで動いています。 え、これに対して中国利権に未練たらたらの日本の経団連。え、経団連はもう中国でビジネスやりたいですってもうなんか中国に行くたびにですね、もう未だにデレ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 言っているわけですね。目先のお金が欲しいんです。それを中国はわかってるから、ま、経団連の関係しているところに産業スパイなんか当然送り込んで、送り込み済みですよね。目先のお金欲しさに、え、中国経済に関わっては本当にいけない。 結局のところ日本国民を不幸に陥れることになる。もう中国経済どっぷりのですね、えー、孫正義さんなんかはですね、もう本当今すぐ考えを改めてもらわないと困るわけですね。えー、ソフトバンクにみんなが投資してですね、そのソフトバンクが中国に金持っていくって。で、中国が協力になってですね、日本にスパイを送り込んでくるってこれ。バカかという話ですね。でもこれ、何も陰謀とかじゃない実際に起こっていることなんです。 日本国民がどん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 貧しくなっていると。え、国際金融資本の、まあ、様々な圧力によるもの、それはアメリカのえ支配によるものも当然ありますけれども、もう日本の場合はアメリカからもスパイが来る、中国からもスパイが来る、もうどうてつもないようなですね、厳しい状況にあると。それは国民がどれだけ一生懸命働いても、その産業スパイとか政治スパイがですね、日本の利益を散々後ろから持って逃げていると。 二回とかはそうだろうと思うわけですね。えー、そういう今の日本情勢をですね、えー、改めていかなければならないと本当に改めて強く思います。えー、アリババの情、動向、えー、とても、えー、注意深く私も、えー、今後も見ていこうと思います。はい、えー、本日の解説は以上でございます。えー、本日私は、えー、埼玉県三里市におります。 オリーブ一期生の雫田う太がですね、まあ、あの、地域外もありまして、三里で、市議会選挙にチャレンジをする方向で、調整をしております。活動しております。昨日、クリスマスイブから、大晦日の夜の外戦を経てですね、1月1日まで、私たち外戦をやっています。私、黒川も毎日三里におります。外戦のですね、ボランティア、主にはチラシ巻きになりますが、 えー、ザマの選挙の時、政治活動の時にお手伝いいただいた皆様、そしてザマには来れなかったけど、埼玉は近いんだという方ですね、ぜひとも、えー、一緒に協力いただいたら幸いです。えー、やっぱり手を動かさないとですね、世の中変わっていきませんので、えー、チラシ巻きボランティア、えー、楽しくやっておりますので、ぜひお越しください。詳しくはコメント欄、概要欄に、えー、やり方、申し込みというか、着方を書いていますので、ご確認の上、えー、ご連絡ください。よろしくお願いします。 はい。最後のシートです。えー、オリーブの木の経済政策、中央銀行制度の抜本的見直しが必要だと、えー、毎日訴えております。信用創造する権利の民主化が大事だと。えー、今日言ったような国際金融資本の出先どもが、えー、信用創造する権利を牛耳っていると。皆さんが知らないところでお金がどん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 、えー、その人たちに盗まれていると。それを変えなければどうしようもないということなんでございます。 え、過去動画にですね、関係する動画たくさんあげていますので、ご興味を持っていただいたら、過去動画キーワード検索をしてご覧になってください。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。 えー、オリーブの木、浅霞市議会議員の富山牧議員の富山牧チャンネル、一期生の一期生チャンネルも立ち上がっております。コメント欄、概要欄の一番上に URL が貼っていますので、そちらをクリックしてチャンネル登録、応援してやってください。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで、黒川厚彦でございました。 明るい未来を作りましょう一緒にやっていきましょう